初回も見てね。初回はこれだ。ルナー連邦の壊滅からつかの間、我々人類に最大の危機が訪れた。それは天の川銀河を全て吸収してしまう巨大ホワイトホールが接近。1年後には天の川銀河は全て消失することになる。 R ステイトはホワイトホール破壊の命を受け、外宇宙に向けて発進する。新たなクルー、顔なじみのクルーと共に今新しい旅が始まる。新連続アストロノーチカファンタジードラマ、 R ステイトネイビー決死のデパーチャー。R ステイトネイビーはホワイトホール破壊の命を受けているが、途中さまざまな星に立ち寄ることになる。ネイビー部隊の正体を隠し、病院館として立ち寄る次の惑星はチャーネ星。この星の人々は祈祷師のお告げを信じ、人生設計を立てていた。しかしこの裏にはとんでもない悪星が絡んでいたのである。ネイビー部隊は苦しむ人々を救う。次回 R ステイトネイビー、神のお告げにご用心。ホワイトホール撃滅のため航行中、 R ステイトはレッドリバー銀河と呼ばれるエリアに差し掛かった。ここで出会った商船とランデブーを果たし、船長マシュンの護衛を約束した。マシュンは内輪での悩みを抱えており、前船長が復讐に来るのではないかと恐れていた。マシュンの護衛を続けることになる。我々 R ステイトクルーが正義を貫く時だ。次回 R ステイトネイビー、赤い宇宙の果て。宇宙家畜で有名なトレンジャ星に立ち寄った R ステイト。ここは宇宙中で最も巨大な牧場のある惑星である。しかしここでも荒くれ者の苦手な振る舞いがあった。チョンギーストリオが荒くれ者を退治すると、その功績が認められ、トレンジャ星の用心棒に任命される。果たしてトレンジャ星の悪星を正すことができるのであろうか。次回 R ステイトネイビー、チョンギースは用心棒。ハロウィンの友人がいる華僑星に立ち寄った R ステイト。この星では一定時間強烈な光を放つ実験を繰り返していた。人々はその時間目を覆う習慣があったが、それを知らぬサクラは強烈な光を受けたため視力を失ってしまう。この実験を行っていたのはハロウィンの友人だったのだ。そしてハロウィンの友人はとある要人と関わっており、華僑星を救うために実験をしているというのだった。次回 R ステイトネイビー、あなたの瞳に。またまたチョンギーストリオがクルーに迷惑をかける。カメ太郎、クロッペ、リキマルは自分たちを見つめ直し、カタギになろうと決心する。しかし R ステイト内での仕事はどれも向いておらず、失敗の連続。そして R ステイトが立ち寄ったジョブ制で仕事を見つける3人、またしてもチョンギーストリオが運と偶然で事件に向かう。そしてクロッペ、リキマルの身体に変化が訪れた。次回 R ステイトネイビー、 R ステイトのお荷物小荷物。R ステイトは突然連絡の途絶えた26星にやってきた。この星に分かって巨大ワームが生息しており、開拓民を襲い全滅させた記録がある。その時一人のガンマンがワームを倒し救ったのだった。本来の姿に戻り、ワームに立ち向かうエルミア。しかし彼女はワームにやられてしまう。そこへエルミアにうり二つの女ガンマンが現れた。そしてエルミアは。次回 R ステイトネイビー、女ガンマン荒野の復讐。卑弥呼を乗せ26星を後にした R ステイト、次なる通過地点に向かう最中、デッキ内で謎の爆発事故が発生。一部の通路の隔壁ドアが強制的に閉鎖され、クルー15名が閉じ込められてしまった。15名のいるエリアはやがて酸素がなくなり、命の保証はない。原因を調査する我々は R ステイトに潜む巨大な影を発見した。次回 R ステイトネイビー、行く手を阻むもの。R ステイトは航行中、リボー星より SOS を受信する。それは殺人犯がはびこり助けてほしいという内容であった。真相を確かめるためドクターハロウィンとサクラ総出しが向かう。そこでは確かに殺人犯ジョールがはびこっており、人々が苦しんでいた。ハロウィンとサクラは犯人を捕らえ人々の治療に当たるが、ここには大きな後ろ盾があったのだ。次回 R ステイトネイビー、怒れる宇宙の川。R ステイトは航行中、アイレムン号たる海賊船と出会う。船長のペランカは R ステイトを襲うが、叶うはずもなくランデブーを果たす。ペランカは2代目船長であり、先代のやり方に不満を持ち、強く、とかく強くありたいと考えていた。ペランカは R ステイトクルーを参考に強い男になることを目指す。
しかしそれに反感を持つ海賊船クルーもあり、反乱が起きてしまう。次回アールステイトネイビー最強最弱の海賊。アールステイトがランデブーした移民船の女王が死を遂げた。女王は船長でもあり、次期船長に誰がつくか争いが起きていた。長男と長女の権力争いに頭を抱える執事。そんな最中、殺人事件が発生する。一体犯人は何者か。船長の権力を狙った犯行なのか。真相は深まっていくのであった。次回アールステイトネイビー消えた連続殺人事件。ホワイトホール撃滅に向かうアールステイト。目前に巨大星雲が立ち込める。この巨大星雲はあの宇宙下流とジャーランが支配するものであった。通行の条件としてアールステイトクルーにジャーランの仲間になることを要請。まさかこのような条件を飲むわけがないと誰もが確信した。その時ハウザーを含む数名がジャーラン側についてしまった。分裂を起こすアールステイトクルー。次回アールステイトネイビー暗黒星雲突破せよ。ホワイトホールの撃滅の迫る中、アールステイトが惑星ヘドワンに立ち寄った。この星は極端に文明が遅れており、立ち寄った異星人に仕事を頼まないと回らない星であった。私とハウザーは捕らえた犯罪組織の首領の護送を頼まれた。首領は想像した人物とは異なり明るい女性であった。果たしてその真相は。次回アールステイトネイビー危険な恋やつれ。惑星ヤブは極端に医学の遅れた星である。その星から助けを求められた我々はドクターハロウィンを派遣した。しかしハロウィンが行方不明となり、おまけにその星唯一のドクターも行方不明という。早速ハロウィンの捜索に乗り出す私たち。ハロウィンはどこへ連れ去られたのか。今知られざるこの星の策略が明らかとなる。次回アールステイトネイビー死を導く天使。惑星ハターゴには私の友人コバックが夫婦でハタゴを経営していた。しかしそのハタゴではちょっとした争いが起きていた。コバックと富士モビルの持つハタゴの土地とその海域の持ち主とで分裂があったのだ。話し合いの交渉から血を見る争いに変わってはいけない。私は力を貸すことにした。次回アールステイトネイビー友情の星。武器商人のレミントがアールステイトに助けを求めてきた。それは以前宇宙海賊に売った砲台に欠点があり交換したいというのであった。しかし相手は海賊。何をしてくるかわからない。レミントは我々におとりになることを願ってくる。海賊に立ち向かうためアールステイトクルーが命を懸ける。次回アールステイトネイビー危険を売る男。アールステイトはついにホワイトホール地点にやってきた。攻撃準備完了のその時、ドロンガ連邦が出現し行く手を阻む。これまで困難を乗り越えたアールステイトネイビー部隊、最後の最後でこれまでになかった大打撃を食らってしまう。このまま銀河とともにアールステイトは消滅してしまうのか。次回アールステイトネイビー最終回、銀河よ永遠なれ。